失礼します。そういう感想をいただけるということは、造形を失敗している可能性は少ないようですね。恐縮です。いえ、だからこそこの自分というモチーフを選んだわけですが。はい、これはバレンタインのチョコレートでございます。日頃の感謝を形にするものだと聞き及びましたので、腕によりをかけて作らせていただきました。ホワイトチョコレートを主として用いており、加色部は 100%、 制作期間は…ん?どうしてこの形なのかですか?そうですね、私は私ですので、何かを彫刻したチョコレートにすることは早くに決定していたものの、具体的な題材についてはしばらく悩んでおりました。そこで信頼のおける友人に相談してみたところ、なるほど、事情はわかりました。ズバリモチーフはあなた自身がいいでしょう。なんと、理由をお聞きしても。ええ、一つは我らこそが我らのスペックを完璧に理解しているからです。よく知ったものを題材とした方が失敗がないでしょ。もう一つは、パイロットは常にクールな私たちの姿を見たいと思っているからです。実のところ、私もバレンタインの贈り物には一心同体となれるレシーバーか、監視機能を搭載した10分の1スケール MG メカエリちゃんフィギュアかと悩んだものです。パイロットとは、毎晩寝る前に信頼のおける磁気のフォルムを眺め、闘志と正義感を高めるもの。実に愛おしく崇高な趣味、いえ精神性と言えるでしょう。なるほど。パイロットというのはよくわかりませんが、とりあえず最初の理由には納得いたしました。お礼にメカエリちゃんフィギュアもいずれ時間があるときに作っておきますね。つまるところ、バレンタインのチョコレートは大事なものだからです。あなた様はピグマリオン王に次ぐ私の理解者、下手なものを送るわけには参りません。例えば女神アフロディーテへの捧げ物のように、いかなる価値もない最高のものでなくては、間違っても失敗するわけにはいかない。その意味でもいつだかと同じように、確かに私自身をモチーフとした方が安全であろうと判断した次第です。これなら他の方々のチョコに紛れてしまうこともないでしょうし。何か至らぬ点がありましたでしょうか。私のピグマリオン王への愛は特別なもの。なので当然ながら、このチョコレートにはそれと同種の愛を込めることはできないのですが、その代わりに、あなた様というマスターに対する感謝と親愛の気持ちはたっぷりと込めたつもりです。一心不乱に、手加減なく、コスト度外視で。そうですね。ですから場合によっては、このチョコ像が後々生命を持って動き出すこともないとは言えません。私は嘘偽りのない全力の気持ちを込めたのですから。その時は、どうしましょう。私の姿をしているとはいえ、チョコレートなのですから食べてほしいと願うでしょうね。少しシミュレートしてみましょうか。こんにちは、私をどうぞ食べてください、おいしいよ。むふー、なぜでございましょう。ああ、なるほど。
成功であれば良いというものでもなかったのですね。それは盲点でした。この彫刻作品の問題点、把握完了です。ならば調整しましょう。せっかく作った大事なチョコレートです。マスターに食べていただけないのは本末転倒ですので。それでは作業を開始します。少々お待ちください。バージョン2完成です。それでしたら何よりです。思いを込めた彫刻であっても成功でありさえすればいいというものではない。今回はなかなか深い気づきを得られたような気がします。ありがとうございます、マスター。将来的に食べていただけるのならば、いかようにも。ですが、そのチョコレートも私の思いが込められているのは同じです。だから、やはりそれも将来的には命を持って動き出す可能性があるかもしれません。その時は、どうか受け止めてあげてください。それは私ではないでしょうが、きっと、掘られた思いに心から応えようとします。その思いを裏切ることだけはしません。それだけは確かです。